一君 TV ご覧の皆様いらっしゃいませ。 ELT 伊藤一郎です。今日は鈴木福君がピカイチチャンネルやってるんで、福君ねかなりのライダーファンらしいんですよ。でそこでこのねおじさんと共通する話題があるんじゃないかということで、ちょっとね突撃してみたいと思います。よいしょ。福くん、はい、あこんにちは、こんにちは、よろしくお願いします。伊藤一郎おじさんですよ。鈴木福です、よろしくお願いしますあの、はい、今つかむぜ宇宙出てるんですけど、はい、かなりライダーファンだとお聞きしてるんで。そうですね、もうちっちゃい頃から大好きです。もうだからそういうマニアックなね、はい、ことでもいいので、ライダートークをはい、していただきたいなと思っております。はい、ぜひよろしくお願いします。はい、あの子供の頃からというと何歳ぐらいからライダーは好き？そうですね、3、4歳ですね。え、仮面ライダー電王からお仕事をスタートしたのって何歳でしたっけ？0歳10ヶ月に事務所に入って1歳でデビューしました。先輩今日はよろしくお願いします。いや先輩よろしくお願いしますはいはい、じゃあ今出てるフォーゼももちろん好きで。はい、そうですね、もう平成ライダー今まで全部毎週見てます。もう僕はやっぱ年代でいうともう昭和ライダーなんですけど、うん、はい、子供の頃本当に見てたのっていうのはね、はい、僕もちっちゃい子供がいまして、はい、やっぱ平成大好きなんですよ。うんうん、でそれで僕もこう一緒になって見てるうちにこう加熱して熱くなってしまったパターンっていうありがちなんですけど、僕も、はい、僕のお父さんの、はい、いとこが、はい、うん、仮面ライダーすごい好きで、ええ、その僕のはとこよりもめちゃくちゃ熱があって、はい、同じパターンですよ、ね、結構いらっしゃいますよね。仮面ライダーも歴史が長いので本当世代を超えて、まあ音楽でも芸術でもそういうのたくさんあると思うんですけど、こう仮面ライダーってもうあの歴史になるとそろそろなんだけど、おじいちゃんも見てたみたいなことになっちゃう。やっぱねすごいですよね。そうですね。ということで、はい、僕勝手に今日ねお題をちょっと考えてきたんですよ。はい、今日のねお題はね、ガガン、お、はい、いきなり、いきなりですよ。次のライダー何来ると思うっていうね。これは毎年ね、当てるのが難しいですよね。まあ全然当たんなくてもいいんで、もうねライダーっていうと今までもういろんなねシチュエーションと職業がありましたけれども、うん、はい、もうこれだけあるともう出尽くしたかなと思うんですけど。いや本当ですよね。僕が去年から言ってるのは、お金にまつわる仮面ライダーがそろそろ出てくるんじゃないか。ちょっと待って、お金にまつわるっていうのはちょっと言ってましたね。え、はい、それは具体的に、まあ、職業とかいろいろあると思うんだけど、どんな、はい、感じかな。ふわふわって浮かんでたのは、はいはい、税理士ライダーとか。税理士、オーズではメダルが出てきたじゃないですか。ああそうですね。でもお金とはまた違うじゃないですか。違うメダルっていうところだったので、うん、まあ、なのでお金っていうのは今までになかったと思うので、銀行員とかもありますよ。ああ、あれですね、ええ、龍騎、あと、お金とはちょっと違うけど、その株価をね毎日チェックする職業の方とかね、うん、そうか、結構ありますね。お金にまつわる職業はたくさんあると思うので、はい、あとはなんか仮想通貨とかも最近ならありえるじゃないですか。ああそれは一理あるかもしれないですね。果物はあったけど食べ物は少ないですよね。外務はフルーツでしたけど。フルーツか。教師ってありましたっけ？教師、先生ライダー、先生、どうだろうな、先生ライダーなかったかもしれないです。
シチュエーション的に高校とかだと難しいから大学講師とかね、あ時間に融通の余裕のある、なんかあとはそのジムのトレーナーの先生というかコーチかインストラクターか、なんかでも仮面ライダーを育てる学校の物語とかもなんかそろそろ出てきてもおかしくないんじゃないかな。えそれはどういうこと。いや今までは仮面ライダーって、うん、あの普通の人がなるものだったじゃないですか、はい、まず仮面ライダーになるために何か頑張ってる人ってほとんどなかったじゃないですか。あそうです、ね、仮面ライダーになるために争うっていうのはあったかな、ありましたねけど、龍騎とかそんな感じだったけど、はい、仮面ライダーになるために、学校に行くとか、まあ、そういう訓練施設に行くみたいなのってなんか楽しそうって思うんですね。ライダー養成所、養成所っていうのかな。どうですか他に。他にはね、いろいろ時代時代でやっぱり憧れの職業ってこう変わってきたりするじゃないですか、うん、はい、あれスポーツ選手とかどうですかね。それ僕も思いました。今年っていうのは予定されてて来年になったオリンピックとかもありますし、うん、可能性としてはありそうですよね。レーサーとかは あったか。ありましたね、ミッチーさんがやってるやつとか何号だっけな。意外とこうやって話してると出てこないです。でもね、時代がやっぱり令和に変わって、もちろんこれからも仮面ライダーっていうのはなんか子供に夢を与えつつ、やっぱりヒーローですから、そうですね、勇気とかね、希望を与えるものであることにはまあ間違いないかなと思うんですけど、福君そんなに考えてると思ってなかったんでびっくりしました。たくさん本当ですか。じゃあちょっと、はい、こんな感じでもう一個いいですか。ガガン、こんな仮面ライダーあったらいいな。さっきの話とちょっと被るんですけど、今令和のライダーってこう社長さんじゃないですか、はい、AI がメイン で、うん、で僕は最初社長さんって聞いた時にマーベルで言うとアイアンマンみたいな、うん、こう財力があるからこんなのを開発できるぜみたいな、もっとバブリーなものを想像してたんですけど、はい、意外とほらなんか見てる人が共感できるようなうん、なんかドジだったりとか頑張ってそういうなんか人間味がたくさんあるような、そういうドラマ感みたいなやつもね、はい、やっぱすごい必要だと思うんですよ。あのドラマとして今年のは本当にすっごい面白いですね、で例えばね、ミュージシャン兼仮面ライダーとか、あー、ありですね、そういうもっと突っ込んだ設定とか、例えばフォーゼとか学園が舞台で、はい、まあ、設定が高校生だったじゃないですか。そうですね、はい、ギリギリ中学3年生とか来るかなとか。確かに学生ライダーは今まで何回かあっても高校生以上ですね。だったもんね。でも中3ってそうだな、受験で大変そうな時だからやっぱちょっと厳しいかそうですね、確かに受験ライダー菅田将暉さんが16歳でやった時、はい、高校1年生ですよね。ああ、そうか。だから最年少がそれぐらいだから。あと設定でね、なんか面白いなとか僕がこう勝手に想像するのは、はい、あんまりやっぱ女性ライダーっているにはいると思うんですけど、はい、女性ライダーがメインのストーリーで、ああいいかもしれない、強いライダーがその後ろにいるんですよ、うん、で常にサポートするみたいな、ね、あ、だから女王様を支えるなんかこう執事ライダーみたいなね、そういういろんなもんがあってもいいんじゃないかなと思うんですけどね。確かに。あと本放送で敵キャラがメインのお話とかでも、ね、はい、あ最近はもうなんか敵もかっこいいですからね。めちゃくちゃかっこいいんで。でもそれが V シネとかじゃないですか、そうですね、だからそこをメイン、ちょっと黒さのあるライダーっていうのをちょっと見てみたいなっていうのがあります。またマニアックなこと考えてるんですね本当好きなんだ、ね、
もうほら僕は昭和の世代なんで、ほら悪者っていうと本当にさ、なんか悪者、なんか悪いんだぞみたいな、こういう敵役が多かったんですけど、やっぱり今の時代って悪役もかっこいいじゃないですか。いや本当かっこいいです、ね、だって変身しますもんね、敵キャラが。いやでも今年びっくりしたのが、マシン戦隊キラメイジャー見てますか？顔の下が生身のやつ出てくるじゃん。はいはいはい、あれ見た時は、ええ、これ今大丈夫なんだって思いましたその回初めて見た人でも、あこの人は悪役なんだなって分かるじゃないですか。あれ、うん、分かりますね。ああいうのもまあ必要といえば必要だとは思うんですけどね、うん、もうちょっとでも出てきたらいいかもしれないですね、はい、なんかね、たまにはくすって笑っちゃうような悪役とかもね、やっぱなくてはならないキャラだと思いますね。はい、じゃあちょっと調子に乗ってちょっともう一問いきますよ。はい、はい、ガガン、お、あ、自分が出演するとしたらどんな感じがいいかなみたいな。まあ福君はやっぱりあの確か出てましたよね。実は一度だけ出たことがあるんです。あれ何でしょう。オーズです、はい、オーズで遊園地で、うん、手を洗ってる少年役で出てました。もう出ちゃってるんだ実は。そうなんです。ライダー、はい、またはそのライダーを支える人とかいろいろあるじゃないですか、キャスト、はいはい、あこれやってみたいなとかあります？僕はもうとりあえず変身したいです、ね、変身したい。あのサブライダーのかっこよさってあるじゃないですか。あなんかね、僕は本当にそれがあるので、オーディションを受けられるようにしっかり準備して1年2年後、年齢的には適齢だと思うので、福君みたいなマスクで悪役だったらインパクトあるねえこの人悪い人だろうみたいな、それはそれで食いつきあるかも。あと映画の、ええ、限定キャラとかあるじゃないですか。 ありますね。そういうのもすごい好きなので、はい、ええ、いいなって思いますね。あこれ僕と一緒にこう、はい、親子役で出るっていうのはどうですか？あめっちゃいいと思います、ええ、大丈夫か父ちゃんみたいなあの親さん的なポジションで。あ僕はまあないと思うんですけど、もし自分が出演するんだったらやっぱそうですね、立花のおやすさん的な、あなんか喫茶店のマスターとか、そのだからライダー行きつけのお店のなんだか分かんないけど助けてくれる人みたいな、 あれそそられますね。うん、いいですよね。そろそろああいうね昭和ライダーでいう立花のおやすさん的なキャラもね復活してほしいなと思ってるんですけども。今回誰なんですか今ゼロワンでいると。ポジション的にはあの小島さん、アンジャッシュの、社長の座を狙ってる人みたいな、うん、小島さんもすごいあの面白いですよね。そうですね。おということでね、こんなね、はい、話が尽きないんですよ。福君みたいにガチなあのライブさんと話してるとそう、本当その通り。今ライダー以外にハマってることとかなんすか？ライダー以外にハマってることは、うん、野球と、うん、あとは音楽が本当に最近大好きです。あえどんな人好きです？今結構バンドとかを最近は特によく聞きます、ね、うんうん、ギターとか、うん、あのベースとか結構興味あって、なのでぜひギターを、ね、教えていただきたいんですけど。えマジっすか？はい、僕でできる範囲でアドバイスとかそういうのだったら全然いいっすよ。もう本当よろしくお願いします。全部教えてください。じゃあそれも交えてこうやってね、あのライダーの話もできるということで、ピカイチチャンネルさんの方にもね、はい、僕お邪魔できたらいいなと思うんですけど、うん、はい、あのピカイチチャンネルでもいっくん TV さんとのコラボで、はい、あの仮面ライダーの自分のコレクションを紹介するっていうのをやりますので、皆さんぜひそちらも見てください。お願いします。はい、ぜひ見ていただきたいと思います。
今日はなんか取り留めのないね、ライダートークになってしまいましたけれども、ライダー以外でも、はい、そうですね、ライダー以外もそうですけど、まあ、ちょくちょくライダーの話もしながら、はい、ハサミだから、はい、これからもね、はい、やれるといいなと思ってます。楽しみにしてます。はい、今日はありがとうございました。ありがとうございました。楽しかったです。またよろしくね。お願いします。あ、でもダブルが好きならリモートでダブルやったらどうですか。お前の罪を数えろって。これでいいのかなってる。逆こっち、そうでも多分編集でやった方が多分簡単確かに無駄な時間を過ごしなさい、はい、グッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。